どうすんの。マスクズリモティ。はい、こんにちは、マドです。皆さん WWDC 見られましたか？もう見た方はね、寝不足でもうめちゃくちゃ疲れてるんじゃないかなと思います。僕もね、去年はもうがっつり寝てしまったんですけども、今年はね全部見ました。発表内容はねすごく面白かったです。まあ、というわけですね、見逃した方もいらっしゃると思いますので、今回のね WWDC で何が発表されたのかちょっと見ていきたいと思います。まずウォッチ OS、こちらのねウォッチ OS の一番の大きな変化は App Store for Apple Watch、これが始まるということです。今まではですね iPhone でアプリをダウンロードして、でウォッチアプリに同期させてこっちの Apple Watch で使うと、要は iPhone を経由しないと、まあ、アプリが使えなかったんですけども、まあ、こっちのね Apple Watch 単体で、まあ、専用のねアプリをダウンロードできるようになります。だから iPhone 経由させなくていいんですよね。だからこの Apple Watch がもう iPhone に頼らずにそういうことができるようになると、一つのデバイスとしてかなり完成形に近づいてるなっていう感じですね。そしてさまざまな機能が追加になります。オーディオブックとか電卓、そしてボイスメモなどのアプリがインストールできるようになります。他にもね、あの周囲の騒音を Apple Watch で計測できるようになったりします。まあ、周りの音が何デシベルかこのね Apple Watch で計測したりすることができるようになります。まあ、使うか使わないかは別ですけどね。そしてね、女性には嬉しいかもしれないんですけど、生理の周期をね Apple Watch で、まあ、管理することができるようになります。まあ、iPhone とかねスマホのアプリで、まあ、管理されてる方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、それがねより手軽な Apple Watch でも、まあ、管理することができるようになりますと、まあ、こういったね新機能が追加になってます。他にもですね、新しいウォッチフェイスが追加になったりと、まあ、今までよりも機能が増えて、より独立したデバイスとして、まあ、使うことができるようになるということですね。そして iOS 13、まあ、こちらね発表の前に、まあ、iOS12 のね普及率とね、顧客満足度が非常に高いよと、まあ、自慢話から始まって、そして iOS13 の発表が始まりました。この iOS で端末もかなりねキビキビ動くようになるみたいです。まずダウンロードする時のパッケージ容量がですね 60% も小さくなったと。ですから新しいね iOS って今までストレージ食うからってなってたんですけども、逆に 60% も小さくなってるんですよと。そしてアプリの起動は2倍速くなるということですね。まあ、体感的にはどうかもしれないですけど、数値的にはね、まあ、今までよりはかなりサクサク使えるようになるということです。こういうハード以外でもね、あのスペックが上がっていくのはすごく嬉しいですね。そして来ました、ダークモード追加。もう待っていたファンの方非常に多いですよね。でこのようにね画面見てもね、すごくやっぱかっこいいです。なんか今までの iPhone じゃないなと、本当にね有機 EL が出た時にね一緒にバッと出してほしかったくらい、まあ、それぐらいねこの漆黒の背景っていうのがねすごい絵になってました。めちゃくちゃかっこよかったです。早く使ってみたいなと思いますね。そしてですね iOS13 で iPhone のカメラもね進化します。まあ、ポートレートモードでね照明の強さだとか角度を調整できるようになります。まあ、これでよりね雰囲気のある味のあるね写真を作ることができますね。そしてビデオで撮影した動画にもエフェクトがかけれるようになります。まあ、色をね補正したりだとか明るさを調整したり、まあ、することができます。今まではねサードパーティーのアプリで行ってたりした人が多かったと思うんですけども、これがね、まあ、純正カメラ単体でできるようになります。ですから iPhone で動画を撮影して YouTube に動画アップされてる方とかでしたら、かなりね嬉しい機能だと思います。まあ、こうやってねできることがかなり増えますので、そしたらね今年発売の iPhone の三眼カメラ付きのモデルとかね、ほんと買いたくなっちゃいますよね。そして予想以上にね驚いた進化があります。それがこちら iPad。 まあ今までね iPad の OS って iOS だったんですけども、なんとですねそこから独立しまして iPadOS ができました。だ iPhone とはもう別の OS ですね。これはびっくりしました。まあ今までもね iPhone とは別にその iPad に付加される機能っていうのがたくさんあったと思うんですけども、まあ今度からね完全にも別物になりますよと。 iPhone は iOS の進化、 iPad は iPadOS の進化になっていきます。そして特に使い方が大きく変わってるのがマルチタスク、この使い方がねかなり強力になってます。例えばこちらのスライドオーバー、まあ、2つのねアプリを立ち上げてますけども、これ切り替えができないじゃないですか。それがですねこのスライドオーバー単体でアプリをサクサク切り替えていくことができるようになります。今までは2つのアプリ並べたらそれはもう固定でしか使えなかったんですけども、その一つ一つのねアプリをサクサク切り替えれるようになるんですよ。
これはマルチタスクを活用している人にとってはもうめちゃくちゃ便利ですね。そしてリーク情報でもありました、一つのアプリをね複数のウィンドウで表示することが可能です。スプリットビューでね、このように一つのアプリを二つのウィンドウで並べることができます。例えば同じノートアプリを左右に並べて情報を比較したりだとか、まあ、写真だとかマイクロソフトの、ワードとかエクセル、こういったものも二つ並べてね、まあ、情報を比べながら修正したり編集できたりすることができます。今までみたいにページを切り替えて行ったり来たり行ったり来たりってしなくていいんですね。これが一つのアプリでできるようになります。これもね、新しい情報と古い情報を見比べて、まあ、作業するときなんかもうめちゃくちゃ便利ですよね。まあ、パソコンではねできたりするんですけども、これが iPad でもできるようになりました。そしてもう一つね、かなり大きな変化が、ファイル管理アプリ、これがですね外部ストレージ対応になりました。iOS11 からねファイル管理アプリが登場したんですけども、これクラウドの中のファイル限定なんですよね。ですから iCloud とか OneDrive に入っているファイル、これを一元元で管理できるのがファイルアプリだったんですけども、ここからですね、まあ、USB だとか SD カードみたいな外部ストレージにそのファイルを移せるようになりました。今まで iPad がパソコンのように使えない理由としてこのファイルがあったんですよね。だから iPad はパソコンになれないっていうところもあったんですけども、まあ、それがねUSB でパソコンと共有できるようになったと、より仕事にね強く結びつけれるようになりましたね。これね、僕も仕事辞める前に欲しかったですね、この機能。ほんと残念です。ちょっとね、喋ってるだけじゃ伝わらないと思うんですけども、 iPad の進化はかなりデカそうです。特にマルチタスクではねできることがすごく増えて、めちゃくちゃ使いやすくなりそうなので、これは早くね触ってみたいですね。で、このマルチタスクがめちゃくちゃ便利になることで、あのね iPad Pro 12.9 インチの価値がめちゃくちゃ上がると思う。やっぱりマルチタスク使うんやったら 12.9 インチ最強ですからね。だからそれと合わせてね、次の iPad はちょっと 12.9 インチ買いたいなと思いました。そしてハードウェアでは出ましたよ、ついに登場 Mac Pro でございます。いや、これもねとんでもない化け物マシンになってました。そうだね、ちょっとこちらの Mac Pro も、どんなモデルになったのか見ていきましょう。もうとんでもないです、まずデザインはですね、全身アルミの、まあ、取っ手付きのねモジュール型となりました。まあ、ユーザー自身でね、グラボだとか、まあ、CPU とかをね、積み足すことが、まあ、できるモデルになってます。事前にね、リークされたデザインとはちょっと違いますね。まあ、Apple のね、内部資料として事前にリークされたのが、あの、黒いボックス型やったんですけども、完全にシルバーの、まあ、アルミでできたモデルになってますね。まあ、デザインとしてはね、あんまりインパクトは僕はなかったかなと思います。前のね、なんかゴミ箱型の方が、おー、斬新っていう、なんか感じがあったんですけどね。まあ、でも、モジュール型やったら、やっぱりこういう形がね一番使いやすいんじゃないかなと。そしてオプションでね車輪をつけることができるみたいです。もういろんなの積み込んだらかなり重たくなるみたいなんでね、そしてですね、スペックがインテル G4 最大28コア積むことができるみたいです。28コアね、もうとんでもないですね。確か iMac Pro が18コアでしたかね。一気に10コアアップとなってます。そしてグラフィックが、最小構成がですね、AMD の Radeon、580X。これが一応最小構成で、まあ今のね、iMac に積んである、まあ、グラフィックボードですよね。そして上位のグレードが Radeon Pro Vega 2、 これをですねなんと2枚積むことができます。まあ、これね1枚でもとんでもないグラフィックボードだと思うんですけども、これをなんと2枚搭載することができます。はあ、すごいっすね。そしてメモリ、RAM がですね最大なんと 1.5TB 積むことができるみたいです。はい、これストレージじゃないですよ、メモリですよ。僕今 iMac にね 40GB 積んでるんですけども、それが 1.5TB ですからね。今の iMac Pro で確か最大ね 256GB か、まあ、去年かねアップデートされてそこまで、まあ、積めるようになったんですけども、それがですね一気に何倍 ?6 倍ぐらいに膨れ上がってるんですよね。多分これメモリだけでね100万200万いくんじゃないですかね。多分ね、確かね iMac Pro でも 256GB 積んだら数十万してますから、だから僕予想で200万とか300万って想定してたんですけど、多分フル装備やったらねその倍ぐらいいきますね、余裕で。いやー、もうこれはすごいっすね。そして噂されてた純正ディスプレイも登場しました。ディスプレイはですね iMac の27インチよりも 40% 大きくなってます。そしてねベゼルというか、まあ、縁もねかなり細くなってます。
ボディはですね、全体がアルミでできてまして、そして背面がね、このようになんかちょっと穴が開いたようなデザインになってます。これ集合体恐怖症の人とかまずそうですよね。そして、スタンドのねヒンジ、これでですね、まあ、高さを調整したりだとか、まあ、角度をね自由に変えたりすることができます。まあ、今の iMac よりね調整の幅はかなり広いんじゃないかな。まあ、高さまで変えれますから。そして明るさも1000ニットから最大1600ニットと非常にね明るいディスプレイになってます。そしてね、このディスプレイびっくりなのが縦向きにもねできるんですよね。だからいろんな用途に使えそうな、まあ、ディスプレイになってます。そしてお値段なんですけども、 Mac Pro がですね最小構成で、G4 8コアモデルで、メモリが 32GB のモデルで5999ドル、日本円でね多分70万円ぐらいだと思います。やっぱり高い。でもね、最小構成で100万超えなかったから、まあまあといった感じですかね。なんか下手したらもう超えそうな感じがしてたんですけどね。そしてディスプレイ、ディスプレイはね予想のはるか上を行ってます。ディスプレイ単体でですね、ディスプレイは5000ドル、60万円でございます。ディスプレイですよ、ディスプレイだけですよ、ディスプレイだけで60万です。Mac Pro とディスプレイ合わせて最低で130万円で、 Mac Pro の最大の構成が、まあ、値段どんだけになるかわかんないですけども、まあ最低で130ですから、まあ、おそらくね数百万はしますよね。まあ、カズさん買うかな、ヒカキンぐらいちゃいますかね、これガツンと買うの。ただね、昔のマカーの人はすごく喜んでるかもしれないですね。そしてコメント欄でもね、やっぱりそれができなくなったから Mac をやめたっていう人もかなりいるみたいなので、まあ、そういった昔ながらのねファンの方はすごくね、まあ、嬉しい発表だったんじゃないかなと思います。そして MacOS の新しい名前はカタリーナです。まあ、情報ではねマンモスじゃねえのって言われてましたけど、全然違いましたね。そしてその MacOS の、ね、進化で一番でかいのはやっぱり、サイドカー、つまり iPad をですねサブディスプレイとして使うことができるようになります。これはめちゃくちゃ嬉しい。しかもですね、ペンシル対応の iPad やったら、このペンシルのね機能もしっかり使うことができると、まあ、サブとして写した画面に書き込んだりとか操作したりすることができます。そして嬉しいのがですね、無線でも有線でもサブディスプレイにすることができると。 Apple TV で AirPlay でねサブディスプレイにした時にやっぱりね遅延が発生したりだとか、カクつきがあったりしたので、まあ、有線だとねそこも安定して使えるんじゃないかなと思います。これはめちゃくちゃ嬉しいです。まあ、他にもですね、いろいろ発表内容ありました。もう全部話すとねめちゃくちゃ長くなるので、目立ったね内容だけにしておきます。まあ、今回の発表はねすごく楽しめましたね。まあ、2017年はねハードウェアの発表が結構あったりしたんですけども、まあ、昨年はねソフトウェアだけでした。まあ、昨年と比較してもですねすごく、まあ、ワクワクするような、早く使ってみたいな、こんなことができるようになったんだっていうポイントが、まあ、非常に多かったので、まあ、秋のリリースがめちゃくちゃ楽しみですね。というわけでですね、 WWDC の内容を簡単にですがまとめさせていただきました。まあ、非常にね楽しみにしてた方も多いと思いますので、またコメント欄の方でねご意見いただけたらなと思います。参考になりましたら高評価、チャンネル登録の方お願いいたします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。はい、よっ。